西平良城は日本の政治家、鹿児島県阿根市長、鹿児島県阿根市の養鶏農家に生まれる。九州大学農学部を卒業後、聖火が経営する西平養鶏を経て、有限会社グリーンポートリーガーデンを設立し、同社代表取締役に就任した。阿久根市では、竹原新一が市長に就任した2008年以降、竹原の市政運営により、 姿勢が混乱し、様々な問題が発生していた。特に、2009年11月の障害者に対する差別発言に対しては、長男が脳性麻痺で、死体不自由であるため、強く反発した。2010年1月、半竹原市長系グループの悪女の将来を考える会の発足に参加し、竹原の会食請求を求める運動を始めた。同年8月、 アクネ市長リコール委員会の幹事に就任し、9月19日、リコールが成立した場合は、アクネ市長選挙に出馬する意向を表明した。竹原は2009年に、アクネ市議会で不信任決議を可決されて失職し、出直し市長選挙で再選されていたが、2011年、竹原に対するリコールが成立し、再び失職。リコール成立を受けて行われた出直し市長選挙に、 無所属で立候補し、竹原を864票の僅差で破り、初当選した。1月17日、市長不在の状態が続いていた阿久根市役所に、初登庁し、正式に、阿久根市長に就任。同日、竹原前市長が、専決処分により、副市長に選任させた、元愛媛県警巡査部長の千波敏郎が辞任する、意向を表明した。 千場の副市長への選任をはじめ、竹原市長による選決処分について、違法性の高いものは見直す考えを示し、辞意を表明していた千場副市長を即日、解任した。2014年12月21日執行の阿久根市長選挙に出馬し、帰り先を目指した前市長の竹原を、約3000秒の大差で破り、再選された。 2018年12月23日執行のアクネ市長選挙に出馬し、帰り咲きを目指した前市長の竹原を約1500票の差で破り、参戦された。ありがとうございます。